こんにちは、稲葉です。今回はクリスマスで楽しめるパワーポイントを紹介します。作ったり遊んだりって使ってください。で、これ昨年に引き続きイラストサイトのアトリエフニポさんとのコラボワークになってます。ぜひダウンロードして使ってください。ダウンロードについての説明は最後にあります。よろしくお願いします。はい、では始めます。ではパワーポイントに入る前にアトリエフニポさんのホームページを見てみたいと思います。教育関係の方がよく使われていると思います。はい、入ってみます。はい、こちらですね。はい、で手書き感がいっぱいの楽しいサイトになってます。いろんなカテゴリーがありますね。プリント兄弟集、イラスト英文法、ここ特別支援教育イラストっていうのもあります。これパワーポ絵本、これ一緒にコラボワーク行った時のものです。3匹の小豚の物語が作れます。ぜひ使ってみてください。ではパワーポに行きます。少し作り方の説明とか気をつけることがあるので、ちょっと順番に一つずつ説明したいと思います。まず一つ目。これクリスマスツリーを作る。星とかオーナメントをコピペって貼り付けていったら終わりです。アニメーションはもうついてます。で、実際にちょっとやってみますね。ここ、下から選んで、で、アニメーションちょっと見てください。アニメーションウィンドウ開いた状態で、ここ、上に一つ、つきめった。2、3、お、まあ、今、星を5つつけまいって、で、どんな光り方をするのか、アニメーションの再生で見てみたいと思います。で、本当はもっときちんと見るには、やっぱりスライドショーに行ってみた方がいいです。ということで、スライドショーに行って確認してみます。こうですね。アニメーション OK。動いてます。でもこれダメです。なんだか言うと、時間が同時にバッ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 、ちょっとおかしいです。できたらこんな光り方にしたい。ということは、ずらいっていきます。もうアバウトにずらいっていってください。何も考えないで、パッパッパッとずらすだけ。はい、こんな感じにこうしまいった。これ見てて、さっきよりはマシですね。まあ光ってる感じ出てます。オーナメントも同じようにつけていきます。はい、これが1番目でした。2つ目ですけど、これクリスマスカード、これ難しくありません。ジグソーパズルみたいな感じになってます。もうここに好きなメッセージを入力して、まあ簡単に、素敵なクリスマスを、はい、スライドショーで見てみます。どこからクリック行っても開いていきます。これ、裏に写真を差し込んで何でしょうとかいう遊びにも使えます。
で、私の後ろにサンタがありますね。これを押すとメッセージが出ます。もう一度サンタを押すと消えます。で、あともう好きなとこクリックしたら最初の画面に戻る。これ、二つ目でした。三つ目ですけどね、これゲームですけど、まあ、サンタクロースのこんなプレゼントをクリックした落ちていって文字が出るいうものです。難しい。なんだか言うと、プレゼントが似てますからね。まだ置いてないものはどれかいうのがなかなか覚えられません。かなりの記憶力がいります。まだ、時間長くかかるときも。ここで、はい、電報メリークリスマスと出ました。次、4点目が今年の新作です。ちょっと言ったクイズ。正解を言った時だけクリスマスのツリーのイルミネーションが光ります。正解はお坊さんですね。これ、お坊さんを押してみて。はい、これを押すと、はい。はい。で、もう一度お坊さんを押すと消えます。で、こういうのは、他にも問題とか答えを作って遊んだら楽しいので、こんな風に。例えば、問題を作っていきます。で、答えも。答えはもう真ん中に決めてありますので、真ん中ばっかりだとつまらないから変えます、場所を。これの答えは祝福ですか。永遠の愛を言ってもダメ。祝福を押しますと、はい、こう、パッパッパー光ります。はい。最後の5つ目ですけどね、これ難しいです。私自身まだ作り終わってない感があります。ちょっと満足できない出来ですけど、これ画面切り替えの変形を使ってます。ここで少しメッセージぐらいは入れられるように、先ほどと同じ言葉に言ってみますね。はい、素敵なクリスマスを。見てみましょうけど、これもう自動で時間設定してます。こちら、はい。これが今年のクリスマスの5つのテンプレートといったパワーポイントです。はい。はい。いかがでしたでしょうか。まあ、不十分なものですけど、この5つのテンプレート、クリスマスのプレゼントとしたいと思います。はい。無料です。アトリエフニポさんがダウンロードできるようになってます。こちらのお知らせ。
ダウンロードリンクは YouTube の概要欄にあります。はい。では、これで終わります。お疲れ様でした。チャンネル登録よろしくお願いします。はい。では、また。